山田睦巳の長崎の民話、長崎全県編。このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち、高吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の青文社刊我らの長崎県民話伝説集の中から10話を選び、延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです。読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦巳です。しばらくの間お付き合いください。長崎一番の穀倉地帯、諫早の領主西郷氏、その居城諫早城とその守り神と言われた亀にまつわる物語です。戦国時代は先行きの読み違えが命取りになってしまいます。大亀の霊力で救われた諫早城でしたが、秀吉の命に逆らったばっかりに西郷氏は滅んでしまいます。亀のたたりか。ともかくも物語を始めましょう。始まり始まり。なお一部原意を損なわない程度の言い換えなどの編集を行っております。あしからずご了承いただきますようお願いいたします。亀の城。ツツジで名高い諫早市の諫早城の跡は、目の下には一望に広がる長崎県第一の米どころの諫早平野を見晴らし、遥か向こうには紫の雲仙岳がそびえていて、目の覚めるような眺めです。珍しい肥前繭美の木も茂っていますが、そのそばにまた珍しく背中に高い石塔を背負った大亀の塔が立っているのです。この塔は昔建てられたもので、このお城の別の名を亀の城と呼ばれるのはこの亀から来たものであります。亀は昔から諫早の守りとさえ言われてきました。これについては次にお話しするような言われがあるのです。文明年間と言いますから470年も前のことです。南高木の西郷村に西郷石見の神直義という豪傑がいました。ある時にわかに諫早に攻め寄せてきて、ここいら一帯を切り従えお城を築きました。その後のことです。大和田の村で差し渡し二尺もありそうな大亀を二匹も捕らえたので、殿様の直義のところへ献上してきました。これは大きい、めでたいものじゃ。直義はその日がちょうど亡くなった父の忌日にあたっていたので、亀は万年も生きるというから、どうか長生きしてお城を守ってくれ、こう言って背中の甲羅に父の戒名を彫り付けて半蔵川に流しました。それから幾年かしてからのことです。お隣の佐賀藩の軍勢がにわかに有明湾に沿って攻め寄せてきて、城を囲んでしまいました。そうして夜が明けたら、明日はいよいよ総攻撃にかかろうと陣を敷いていると、夜の間にお城がムクムクとぶんぶく茶釜のようににわかに高く盛り上がってきたのです。これを見た敵は驚いて、矢を放ってみても高くてとても届きそうにありません。おやおやと気味悪なって、囲みを解いて逃げ出してしまいました。大亀が背中にお城をかろうて助けたとばい。諫早の城下の人々は誰言うとなくこう言いました。直義の孫の住高は生まれつき豪胆な人で、勢力も次第に強くなり、島原の有馬、大村の大村利仙住忠などと肩を並べるようになりました。武雄の後藤隆明や平戸の松浦と示し合わせて
鈴田の峠を越えて、しばしばお隣の大村寮にも攻め込みました。ある時のことです。住高が家来を連れて森山村の東目に狩りに行って、その帰りがけに半蔵川のほとりを通っていると、2匹の大亀が甲羅を干して気持ちよさそうに寝ているのです。ほう、珍しい大亀じゃ。あれほどあれば人を取って食うかもしれん。今のうちに殺してしまえ、と家来に言いつけると、おそば付きのモンドというものが、とんでもない、あれはもしかすると御祖父様がお放ちになったという亀かもしれません、と言いました。やかましい、舐めとるな、と言って、住高は持っていた号泣を引き絞って矢を放ちました。亀は甲羅の真ん中を射抜かれて、首を長くし三遍くるくる回って倒れてしまいました。すると生き残った方の一匹が涙をポロポロと出して泣き出しました。さすがの住高もかわいそうになって、その亀を川に放たせ、死んだ方の亀は家来に持たせて城へ帰ってきました。そうしたら甲羅を見るとどうでしょう。甲羅には戒名が彫り付けてあるのです。さては本当に祖父の放った亀であったのか、とその死骸はお城の片隅に埋めました。川に放たれた亀はそのまま川の中に大きな穴を掘って住んでいました。ある時、河内町の源八という男がこの穴を探そうと半蔵川に飛び込むと、やがてその亀が源八を背中に乗せてぽっかり水面に浮かんできたそうです。天正15年1587年になって、秀吉は天下を平定しようと太平を連れて鹿児島の島津征伐に下ってきました。この時大村も有馬もほとんど大部分の殿様たちはその召しに応じて手下になりましたが、聞かぬ気の住高だけはどうしても言うことを聞きませんでした。そこで秀吉は怒って佐賀の龍造寺家春をやって諫早を攻めさせました。本名川の水を赤く染めて戦いましたが、住高は大敗してお城も家春に取られてしまいました。大亀のたたり灰、人々はこう言いました。今諫早市の紋所の亀もこの話にちなんだものであります。次回でこのシリーズ全50話の最終回となります。最後にふさわしく民話を3代お届けします。五島列島福江島の領主五島家の五島入りに関わるエピソード、日滝崎。壱岐の国の司となった聖武天皇醍醐皇子の皇子の五郎。最後はこれも壱岐対馬地方の物語のようですが、大金持ちになって綺麗なお嫁さんを得るという夢のような民話、わらしべ長者のお話です。最後のお話は形を変えて日本各地に残っていますね。ではお楽しみに。なお朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありますが、伝承されている民話であることを新釈し、その味わいを残す意味から必要な言い換えなどはありますが、ほぼ原文通りに朗読しております。ご了承いただければ幸いです。この物語の諫早市は私が生まれ育っている長崎市の隣なんですね。で、私の住んでるところからも諫早市はとても近いんですけれども、それでもこのお話も知りませんでした。せっかく側近の人が助言をしてくれたのに、住高、残念でしたね。こういうふうに助言を聞き入れることができなくて全てを失うということはいつの時代もあるようですね。さて、私は隣にいる人の助言に耳を傾けて心を傾けているんであろうかと、こういう物語を読むと感じています。
それでは次回までさようなら。うたた寝の山田睦美でした。